バツイチリターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。今日もコミネマンに変身して出動中です。今回は元ブログの仕方で外部マイク、これをジェットヘルメットでどこに装着するのかについてお話をさせていただきたいと思います。私の場合ジェットヘルメットですので、GoPro については、クリップで、喉元につけている、ネックマウントです。GoPro の外部マイクはオーディオテクニカの AT9901 をつけています。ジェットヘルメットでの GoPro マウントの時にもお話ししましたが、私の場合バイクを降りた後も撮影したりしたいのでクリップでネックマウントにしておりますが、 GoPro の外部マイクもヘルメットに仕込むという形ではありません。オーディオテクニカの AT9901 にはもともとクリップが付属しておりますので、このクリップをジェットヘルメットのシールドにそのままクリップで留めているという感じです。工夫することとしてはクリップをシールドに留めていると GoPro で撮影するときにそのクリップが映り込むという可能性があります。これを避けるためにクリップを口元正面に装着するのではなくて少し左右どちらかにずらしてクリップ止めをするといいと思います。どのくらいクリップで外部マイクを止めるときにずらしたかいいかというのは個人の方で違うでしょうが、私の場合唇の口角というんですか、端、これを少しずらしたところに装着すると GoPro で撮影するときも干渉しないで済むという感じです。それでもこの音声が取れてますので十分大丈夫だと思います。ジェットヘルメットで元ブログをしたい場合、それから観光地などでもバイクを降りた後撮影したいという場合には外部マイクをヘルメットに仕込むのではなくシールドに挟み込む方法もありかとは思います。今回は元ブログのやり方でジェットヘルメットで GoPro の外部マイクの装着方法のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。もし参考になるということであればグッドボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。